ケントストラサン公王エドワード・オーガスタス王子は、イギリス王女王子3世の四男で、ビクトリア女王の父、イギリス王女王子3世と王妃シャーロットの母子として、ロンドンのバッキンガムに生まれる。1786年にイギリスとハノーファーの陸軍の将校となり、ジブラルタルやカナダの駐屯地に勤務したが、部下に過酷な刑罰を課して、快楽を得ていた。 その結果3回にわたって兵隊が彼に反乱を起こす事態となり、落馬事故もあって1799年にはイギリスへ帰国する羽目となった。私生活でも借金まみれの自堕落生活を送っていた。帰国時の1799年4月22日に、ケント公爵、ストラーさん公爵、ダブリン伯爵に助せられた。また、同年5月10日には大将に昇進。 1800年秋には来た、アメリカ中流軍最高司令官としてカナダへ戻ったが、1802年にはジブラルタル総督兼最高司令官に転任した。1805年9月5日には陸軍元帥に昇進した。1813年にはフリーメイソンのイングランド、古代派グランドロッチのグランドマスターに就任した。しかし間もなく、 古代派グランドロッジと近代派グランドロッジは統合されて連合グランドロッジが創設され、そのグランドマスターには近代派のサセックス公爵、オーガスタス・フレデリック王子が就任した。ナポレオン戦争には従軍せず、ナポレオン敗退後にはブリュッセルで生活を始めた。彼は1790年頃にジブラルタルで知り合ったフランス人ジュリー・サン・ローランと27年にわたって、 同性生活を送っていたが、1817年に、長兄の摂政皇太子、ジョージの一人娘、シャーロット・オーガスタが皇居すると、ジョージ三世の王子たちに叱るべき、君主家の娘を妻に迎えての着出子作りが強く、期待されるようになった。ケント公にも、摂政皇太子と議会は、資金援助をちらつかせて、正規の妻を持つよう促した。ケント公は、 王朝の存続より、借金地獄から逃れたいという個人的欲望に、突き動かされ、ジュリーと絶縁して、ザクセンコーブルクイコールザールフェルト公国の子を、フランツの娘で、エミヒカールツ2雷人間公爵未亡人のビクトリアと結婚した。翌1819年に、ビクトリア人の間に、アレクサンドリナ・ビクトリアを設けたが、エドワード自身は1820年1月に公居した。 ィクトリアがまだ生後8ヶ月の時のことだった。身長185センチメートルでたくましい、体つきだった。ジョージ3世紀の他の王子たちと同様にエキセントリックな性格の持ち主として知られた。陸軍軍人としての彼は、部下の兵士には無慈悲だったが、同階級の将校の間では人気者だった。以下の地名がエドワードにちなんで名付けられた。ありがとうございます。